소리제약 카운트 하시면서 꺼여봐 0 3 2 1 GO! とんでもないことになってるぜ。 こいつ。 どうすればいいのか。 全くわからない。 ストレートで追いつけって言われたけど。 そんなの無理じゃん。 どうすればいい。 京一さんのやり方って何だっけ。なんじゃわれ、やんのかこら。殺すぞこら。須藤と申します。うわ、ダメだ。京一さんもおっかないかもしかうかんでこない。マジで怖え。藤原に対するアドバイスの出し方が前と少し違ってきましたよね。 この頃。そうか、変わりましたよ。なんていうかな、以藤原が成長してきているってことは、俺はな、リーダーバトルの中で、ケースと藤原が相手に対応してきているのを信じてた。藤原が短期間のうちにめきめき進歩していくのはそのおかげですよ。薄々は感じてましたけどね。だけど今回はちょっとやりすぎたかもしれない。 相手があることだしな。全てを予定通りにコントロールできた。高すぎるハードルを藤原の前に置いてしまったから。レールと車輪との接触面での摩擦の割合、ニューが低ければ低いほど、ブレーキングではアンダーかオーバーのどっちかが極端に出る。どこまで行くとニュートラルの車があるやペットだが、そんな車は世の中には存在しない。だって コントロールできないアンダーより、コントロールできるオーバーを始めたら作っておくんだ。それが俺のやり方だ。うわ、滑ってる滑ってる。この網の中であのドリフトはすげえよな。見てるこっちがしびれちまうよ。うわ、やべえ、すげえな。迫力あるぜ。当たったらしで繰り上がる。 2000の重量は1両がおよそ33トン。しかし相手の300系はおよそ15トン。倍以上のウェイトハンダー。軽量化に勝るチューニングはない。困る。曲がる。あらゆる局面において我々には不利な条件が揃う。今までのバトルとは違う、正反対の発想が勝利にかけた。相手の走りとコースを見極められなければ勝つことは不可能です。 こんなことは今まで一度もなかった。いや、マジで。それにしてもよくついてこれるもんだ。一定距離離れたところから振り切れそうで振り切れない。こっちが普通に走ってさえいればそれだけで終わるバトルじゃなかったっけな。この雨はクセもんだ。この状況ならこっちが圧倒的に有利なはずなのに、俺よりも奴の方だ。 リスクを冒して、マージンを削り取っているというわけか。バトルはまだ始まったばかりだ。最後までその危ない綱渡りが続きゃいいがな。信じらんねえよ。300系ってこんなに速い車なのかよ。あの無敵の2000がプロジェクトDのダウンヒルエースがついていけないのか。ついつい行きやがって。 だんだんムカついてきた。意地でも追いついてプレッシャーかけてやりてえ。京一さんのやり方ってひょっとしてあれのことかな。京一さんの得意技って言えば絶対あれだ。あれを出すためには
どうしてもこの距離を詰めなきゃ。絶対に追いついてみせるぞ。くそ、何なんだよてめえはよ。気分悪いぜ、どんどん近づいてきやがる。どう解釈すりゃいいんだ。私の8500はこの車についてこれなかった。わかんねえぜ、なぜ雨の中でこんなに速えのか。何かを仕掛けようとする気配だけがビンビンと伝わってくる。くだらないことは考えないでおとなしくそこにいりゃいいんだ。ふざけんなよ。今、あざみ野を通過したってさ、40〜50メートルの差らしいぞ。わからない、頭がクラクラしてきたぜ。線が300についていけてるのは異常だぜ。アップダウンのきつい前半が勝負どころだったはずなのに。俺のシミュレーションはありえない事態だ。雨は俺たちにとって有利な材料じゃなかったのか。前半で決められないとしたら、このバトルもつれぬぞ。2000のドライバーの計算できない能力、 100% 勝てると思っていた作戦の土台をぐらつかせてやがるぜ。わかる、2000のボディ全体から伝わってくる。濡れたレールの食いついた車輪が、滑り出すギリギリの感触が手に取るようにわかる。絶対捕まえる。カウンターアタックを仕掛けるチャンスは1回か、せいぜい2回。詰められてる。こっちだと頼りないグリップを探りながら目一杯やってる。これ以上はいけない。怖えんだよ。理屈じゃない、これは本能だ。いっぱいいっぱいの停止信号が出てやがるぜ。一つ不安なことがありますよ。エンペラーの須藤といえば、多分真っ先に思い浮かぶのはカウンターアタックだと思うんですが、藤原が混乱した頭でどういう判断をしているか心配ですよ。カウンターアタックは外れですからね。ふざけんなって言ってんだろうが。げえ、なんだそれ、逆ドリフト。その通り、カウンターアタックは仕掛けても 100% 失敗。やっぱ自分のがこんな早い相手にカウンターは無理か。いや、そんなわけない。一回失敗したくらいで諦めんな。次が最後のチャンス。凌介さんができると言うんなら絶対できるはずだ。あいつには怖さってもんがないのか。これだけ近いと水煙の煙幕の視界を遮る。ただでさえ醜い夜の雨に加えて、俺の吹き上げた水煙、視界は絶望的に効かないはずなのに。疲れた。化け物かよてめえは。逃がすもんか。カウンターアタックを仕掛けるチャンスまで絶対離されない。水煙に遮られた視界をものともしない藤原のプッシュは、東道塾の第2ラウンドで見たブラインドアタックと同じ性質なんだ。目から入ってくる情報が不足していたのに、頭の中に浮かべるイメージでそれを補うのだ。藤原はこの能力が突出して高いんだ。コーナーのアーであり、限界スピードを瞬時に見極め、目印のないロールにくるんだとしていく。全てはイメージだ。それこそが藤原の天才的なテクニックを支えている原点かもしれない。バカ野郎、突っ込みすぎだ。トンネルの中はきつい左だ。どうすか、どう、何が何だか分かんないけど、すげえラッキーけど、今のミスでまた少し離された。やっぱりカウンターはダメだ。通用しない。カウンターアタックじゃないとしたら、凌介さんは。くっ、この先の平坦なストレートが俺にとっての最大の泣きどころなんだ。無事でもここで抜かれるわけにはいかねえ。
ダメだ、マジわかんない。カウンターじゃないとすれば、一体どうすれば。こっちだって仲間内の対面ってもんがあるんだ。絶対に俺の前には出させねえぞ。何が何でも先に地下機関に飛び込んで、このまま逃げ切ってみせる。もう時間ない、考えてる気はない。わかんねえもん、行くしかない。やったー、来ましたよ池谷先輩。あれ、消えた。うわー、ダメだ、店にはいなくなった。バカな、ありえねえ。二子玉川までぴったりと前哨灯が張り付いていたはずだ。店は消えたら、ありえない。一体どこに消えたってんだ。そんなことが。消灯を落とし、闇に潜る。ドリフトもブロックもできない地下区間で仕掛けてくる。文句の一つも言いたいところだが、こいつはレースじゃない。抜いたり抜かれたりの追っかけっこより、こっちの方が俺には合ってる。旧玉川線区間で前に出られたままでいられるかよ。絶対捕まえてやるぜ。いない。前だと走りの後ろか。そんなに差がついてるのか。いや、今は自分の走りに集中しろ。さっきになって相手が見えないのはあっちも同じだ。負けることがあるのかよ。この条件でお前が。絶対俺は信じらんねえ。一体何があったんだよ。信じるも信じないも、こっちが有利なはずの中盤まで食いつかれてアドバンテージを作れず、確実に抜ける地下区間でやられただけだ。ブラインドアタックはきっかけに過ぎなかった。ひょっとして300回が合わなかったとか。いや、車は申し分なかった。考えられる最高のパフォーマンスだ。相手があいつでなければ間違いなく勝っていた。おいおい、しっかりしてくれよ。なんだよそりゃ、素人じゃねえんだからよ。なんと言われてもわかんねえもんはわかんねえんだ。どっちが早いとか、そんな単純な話じゃない気がする。お前らだってあの2000には勝てなかったわけだろ。もうたくさんだぜ。俺は心底自分に自信がなくなった。しばらく立ち直れそうもねえや。あいつは何かが根本的に違う。